それでは言い換えと逆本性を用いたカタカナ複合名詞の分割と題しまして、長岡技術科学大学の西山から発表を始めさせていただきます。こちらの文献を今回参考にしました。2012年の文献です。まず概要なんですが、今回は大規模なラベルなしテキストを用いることで、カタカナ複合名詞の分割精度を向上させる手法について説明します。言い換えと、さらにこの、分割精度を向上させるための方法として、言い換えと逆本字という2つの、組成を加えたんですけど、どちらの場合においても F 値において有意、他の既存の手法に加え、比べて有意義な改善が見られたという結果でした。よってカタカナ複合名詞の分割処理においては、言い換えと逆本字の有用性を実証的に確認できました。まずはじめに、日本語には複合名詞が非常に豊富で、例えばアンチョビパスタという一つの単語だけでも、アンチョビパスタとアンチョビカンマパスタみたいなのと、アンチョビのパスタというような、まあ他にもいくつでもあると思うんですけど、そういったように、複合語というのはまあいろんな形態があって、日本語ではカタカナ複合名詞は特に分かち書きせずに表記されるので、その分割というのが非常に問題になってきます。例えば複合名詞自体が辞書に存在しなくても、複合語を構成する語が分かれば翻訳が可能であったりとか、そういう翻訳機だったりとか、複合語を適切に分割することで検索精度が向上するようなタスクにおいては、こういったアンチョビパスタがどこまでが一単語というか、アンチョビパスタなのかアンチョビパスタなのかっていうふうな、この句の区切りを適切に分割する手法が必要でした。で、関連研究なんですが、今まではラベルなしテキストから複合語の構成語の頻度を推定して、その頻度から分割候補を順位付けするような方法がありましたが、これは対訳資源を用いた手法と比べて精度が低いものでした。ただし対訳資源を用いる場合はコストが高くなってしまうので、そこが今までの問題でした。また複合語に対する分割手法と言い換え手法というのがありまして、こちらでは複合語を分割した後に言い換えを行うんですが、今回は提案手法では分割時に言い換えに関する情報を使って分割を行うことで精度を上げようというものです。すみません、言い換え創生ちょっとこれ違いますね。すみません、手法なんですが、まずはじめに機械翻訳を用いまして、すみません、用いて、辞書から、機械翻訳を用いて、その単語の分割を行うんですが、その時の組成として、2つの組成を加えてまして、1つが言い換え組成という組成で、もう1つが、逆本字組成という2つの組成を新たに追加して、それについて、それで今までの手法に比べて精度が向上したというのを説明します。まずはじめに言い換え組成なんですが、複合名詞の言い換えというのは先ほどのもあったんですけど、複合名詞はこのようにいくつか言い換えることができますが、ラベルなしテキストの中でアンチョビパスタに加えて、アンチョビ天パスタとアンチョビのパスタという2つの表記を見つけて、さらにこの3つが同じ語だということが分かれば、アンチョビパスタはおそらくアンチョビとパスタに分けられるんだろうというのが分かると思います。なので、言い換え規則を7つ作成して、この見方なんですが、X1、X2 が、カタカナの文字列なんですけど、例えばアンチョビパスタというのは、まあ、カタカナの文字列が2つくっついていて、それがアンチョビとパスタに分けられるような適用例があったりとか、動詞のので、アンチョビパスタであればアンチョビとパスタの間にのを入れるような、条件を、新たに7つ作成しました。これで、分割処理時に構成語の 2g を取ってあげて、その 2g でその 2g がこう、y-1 と yi が手に入ると思う、取れると思うんですが、それぞれそのまま x1 と x2 に入れて、このような適用例の、新たな言い換えの文字列を作ります。その規則で生成された7つの表現の頻度の和を f として、最終的にその対数ログ f プラス1というのを組成として新たに加えます。またもう一つの組成なんですけど、逆本字組成というのは、本字組成というのがありまして、ラベルなしテキストから単語単位でのカタカナ語と言語の対を自動で抽出する方法なんですが、分割結果、Y という分割結果があったときに出現する単語の N グラムが A 単語 N グラムと対応可能か不可能かを判別するために使います。例えばジャンクフードであれば、ジャンクとジャンク、フードとフードというような対応を取るためのこのような対を自動的に抽出します。でその方法なんですが、テキスト中に挿入されるカタカナの語から
この言語から獲得します。例えばアメリカでジャンクフードと書いてあった後に括弧の中にジャンクフードと書いてあったりとか、トラックバックスパムという後にスパムって書いてあったりするようなものから取ってくるんですけど、今これを見ても分かる通りジャンクフードはジャンクフードで合ってるんですが、トラックバックスパムの方はスパムに加えてトラックバックといういらない単語がついてるんで、それに対しては処理を加えて最終的にジャンクフードはジャンクフードなんですけど、トラックバックスパムはスパムだけを取り出すような、特にその文字の読み方を識別して、スパムこのトラックバックスパムのどこがこのスパムという文字列に該当するのかを予測しています。そういった組成を加えての実験なんですが、ウィキペディアの存命人物というカテゴリーに属する記事のタイトルを翻訳時のデータとして、言い換えおよび逆本字を抽出するための今のウィキペディアからこのウィキペディアというのを言い換えするためのテキストを17億分のブログ記事から言い換え、先ほどのこのような表現があるものを取ってきて、その中から本日をそのカタカナとそのカタカナの読み方をそれぞれ取ってきます。これが1400万分ぐらい、400万単語ほどあったはず、1400万ですかね、ちょっと怪しいんですけど14万単語ですかね、14万単語確かあったと思います。でこれが例えばウィキペディアであればウィキペディアと、あとはハリウッドリポーターであればハリウッドとリポーターのように分かれて、それぞれ抽出できています。このベースラインなんですが、まず3つの強視なし手法、この3つの強視なし手法と2つの強視あり学習手法、また3つの単語分割器と今回の手法で比較します。今回の手法はこのプロポーセイドっていうふうにして表記されています。この結果がこういうふうになってるんですが、ここから分かることとして、まず今回の手法と AP というのがこの2つの強視あり学習手法との差なんですけど、強視あり学習手法に比べて言い換え組成と逆本字組成の導入により分割精度が向上しています。ここなんですが、ここで他の AP に比べて今回の点案手法の方が約5ポイントほど高くなっています。また全ての強視なし学習と AP プラス GF2 の精度を上回るということなんですけど、これは高精度の頻度情報よりも複合名詞の言い換え、また逆本字の情報自体が効果的に働いたと考えられています。また単語分割器、既存の単語分割器3つのジュマンとメカブとキティとあるんですけど、この3つの単語分割器との比較だと、まずそもそもカタカナ語の分割においてはかなり他のに比べて低い値が出ているそうなんですが、精度が低くカタカナ語の分割処理にはそもそも困難であることと、提案手法は分割器の弱点補強にこの今までの分割器にさらにこれを加えてあげることで、今までの単語分割器の特にカタカナ語の言い換えにおいては弱点補強に有用なんじゃないかというふうに実験結果から言えます。また単語の分割の成功例と失敗例なんですけど、メカブでは例えばメインタイトルというのはメインタイトルというふうに一語でなってしまうんですけど、これは単語辞書にはどちらもメインとタイトルどちらも登録されているんですけど、メインタイトルという道語の処理における誤りでメインタイトルと一つになっています。ですが今回の提案手法ではメインとタイトルに分けられるんですが、これの理由としてはメインのタイトルのような文章が先ほどの手法によって取れているので、これが強く組成として働いてメインとタイトルというふうに2つの単語に分けられたということです。またメカブでは逆にアナトミーのような単語を分割しすぎている場合があるんですけど、こちらも先ほどの逆本字組成、アナトミーがアナとトミーに分かれないっていうふうな、分かれた例が少なかったのか分かれた例がなかったのか分かりませんけど、そういった組成が働いてアナトミーと一語であるということが判別できています。まとめと今後の展望になります。言い換えと逆本字を用いてカタカナ複合語の分割処理の精度向上のための手法を提案しました。そして8つのベースラインとの比較を行い有用性を示しました。今後の課題としては提案手法と既存の単語分割器を融合した解析モデルを新しく構築していこうという話でした。また単語、分割対象を英語由来のカタカナ語の複合語のみとしましたが、その他のカタカナ語に対しても同じようにできるのではないかという話でした。例えば和語や漢語、豚骨ラーメンであれば豚骨のラーメンというふうに言う方がいらっしゃるかもしれませんが、そういった情報を使えば正しく豚骨ラーメンを豚骨ラーメンに分けることができるんじゃないかという話
話でした。また提案手法を複合名詞だけではなく単語分割、そもそも、複数の単語がくっついたものではなくてその単語自体の分割処理にも、適用できるんじゃないかという、今後の展望になっています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。